三重松阪マラソン2023のプレイベントとして、野口みずきのランニングクリニックが6月4日鈴の森公園で開催されました。野口みずきのランニングクリニックは三重松阪マラソン2023のエントリー開始記念イベントとして行われ、市内外から95人が参加しました。ありがとうございます。今年で2回目となる野口みずきのランニングクリニックは、アテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野口みずきさんがフルマラソン完走を目指すランナーに正しい走り方やトレーニング方法を教えるイベントです。これから運動会のお父さんみたいにね。この日はリオデジャネイロオリンピック女子レスリング金メダリストで、今年4月から松阪市職員として勤務している土性沙羅さんもイベントに参加しました。ランニングクリニックでは最初に柔軟とストレッチで体をほぐしました。次に野口選手が現役時代に実践していたブラジリアン体操を走りながら行い、参加者たちは完走するための運動を学びました。この後公園内を3周ランニングで回り、参加者たちは野口さんや土性さんと楽しみながら走りました。ランニングクリニックの最後には質問の時間が設けられ、早く走りすぎて体力がなくなるので、どのくらいのペースで走ればよいか、走り方の方がスタミナ持つのかなと思います。タイムを落とさないようにするには何が大切かなどの質問に、野口さんは具体的に分かりやすく答えていました。でしっかり寝るっていう、ただそれに尽きるのかな。三重松阪マラソン2023は令和5年12月17日に開催されます。マラソンは、心身ともにポジティブになれる靴一つあればできるスポーツだと思うので、ぜひ皆さん健康のために、それから美容のためにもマラソンを始めてください。ぜひよろしくお願いします。はい、参加者の方はぜひ三重松阪マラソン2023にもご参加ください。